西島です。この看板を作ってくれたシュエッテさんがかき氷屋さんを始めるそうな。今日は試作してるそうなので、ちょっと見に行きましょう。江戸屋敷小物作家のシュエッテさんはうちでイベントもやったことがあります。過去の動画に何度か出てるから探してみてね。着きました。近隣オアシス、肉魔人さん。夜は素敵な居酒屋なんですが、昼に間借りするそうです。ちょうど試作が始まりました。お店の名前は、999グルメです。このマシンは、スノーウェイといって、液体から雪のような氷が作れます。見てるとなかなか面白いわね。液体から氷が作れるので、氷自体にいろんな味を含むことができます。どんどんできており、今作ってる人は、筑後のケーキ職人ポケットさんです。何人かでかき氷屋さんを始めるそうな。いい感じにモリモリです。いちごシロップをドバドバと。キューブいちごもどっさりと。添えミント。ズボットクッキー。ちょっと周りを拭いて。できました。試作1号なのに、とても素敵なかき氷です。撮影会をしてたら、溶けて沈んでしまった。ご試食どうぞ。いかがですか？良さそうです。せっかくなので、私もいただいてみます。美味しい。今まで食べたことのない食感です。肉魔人さんも加わって試作会議が続いております。トッピングの種類とか量とかもどんどん改良しております。2022年の6月9日にオープンなので、オープンしたら行ってみてね。